メーマレーはアメリカ合衆国のサイレント映画の女優、ニューヨーク出身、ダンスの名手として人気を誇った。本名はマリー・アドリエンル・ケーニッグといいドイツ移民の家庭で生まれた。1906年からダンサーとしてブロードウェイの舞台に立った。1908年からレビューを見せるジングフェルド・フォリーズに加わった。クラブのダンサーとしてアメリカ国内やヨーロッパを回り、 踊りの相方には、クリフトン・ウェップ、ルドルフ・バレンティの、ジョン・ギルバートラが知られる。1916年に映画デビュー。映画監督ロバート・ゼット・レナードと1918年に結婚、MGM のスターとなる。1920年代が人気の絶頂期で、トーキーの時代に入ると、声が映画向きでないこと、40歳を過ぎても、 娘役ばかりやりたがることなどが災いし、人気が急落していった。引退後は、それまで大スターとして生活したため金銭感覚が全くなく、すぐに貧窮した。晩年には廊下も手伝い、名レーという名前でつけが利くと思い込み、無線乗車をしてバスから叩き出されたりしていた。この機構が、ビリー・ワイルダーが映画サンセット大通りで描いた、元大女優。 ノーマ・デズモンドのキャラクターの元であると言われている。ありがとうございます。